近づいてきたから頑張ってください、はいはいはい、でも全然前より良くなってきてるからもっと頑張って今日振りをしっかり入れて各部で踊り込みをしてもっと高めていきましょう。遅くないよ。遅いよ。やめて。どこが遅いじゃん。嫌だわ。くっそ剣抜きすぎなんじゃない。え、抜くと臭くなの。だって毛穴広がるじゃん。でもそれとブツブツになるんだもん。お前の駅誰も見ねえから。え、なに？ありがとう。え、いいの？ありがとう。はい。ありがとう。ねえ。ありがとう。はい。私、あ、そう。え、ダイエットしてんの？聞いてないけど。してない、してない。ミーティー、はい。ありがとう。でもなんか今日髪型渋くない？うわー、いいなぁ。てかそれ誰なの？聞いてないんだけど。いやだ、言わないよ。はぁ、なんで？教えて。いどき、無理無理無理。冷やかさない。いやだ。なんで？いや、それ教えかなえさとこバイバイ。バイバイ。バイバイ。ゆっくりだね。ブリック強え。かなえの方がスタイルいいじゃん。私身長158センチらしいよ。ちょっとでかくなりすぎちゃったね。細く見えるし、いいんじゃん。顔でしょ。さとこは？まっさらですね。こちら女性ホルモン止まってんのかな。嘘でしょ。うわっ、うわ、やばい。さとこ、これ完全男の肩だわ。死ねえ、マジ。おかえり。うん。夕飯もうできるからね。今日何？グラタン。また？好きでしょ。それさ、お兄ちゃん塾？うん、今日早いと思うけど、ケイサ頑張ってるよ。着替えてくるね。うん。ただいま。おかえり。おかえり、ちょうどよかった。え、今日何？グラタン。おっしゃ、マジ？グラタン？おっしゃ。グラグラタンタン、グラタンタン、グラグラタンタン、グラタンタン。何その曲？え、作詞作曲俺。聞いてる？キモい。よいしょ。はい、これ。はい。ごちそうさん。はい。グラタン。グラタン。グラタン。うめぇ。よかった。超美味しい。ああ、よかった。うん。あ、はいはい。
うん、さっきも取ってあげる。はい、ちょっとでいい。隣のね、山田さんがくれたの。はい、さとこもどうぞ。いつもくれる人。あ、おかえりなさい。おお、息子よ、勉強頑張ってるか。おい、今しかないぞ。男は勉強して。分かった。分かったって、本当分かってんのか。うん。なんだあいつは。ちょっと寝かしてくれかな。ごめんな。よいしょ。学校は、部活は、そっか、頑張れよ。お風呂入れるわよ。ありがとう。失礼します。おお、さとこ、すまん、行けなくて。別に全然大丈夫。いや、どうせ先生ダンスできないし。はあ、うっせ。さとこ、なんか大人っぽくなったな。そうですか。なんだ、さとこもそっか。なんすか。なんですか。なんすか。やっぱクソガキだな。先生はちゃんと生徒見てないから。おい、うっせ。まあ、ちゃんと練習しろよ。見に来ないじゃん。だから、たまに行った時にちゃんといてくれよって。大会もあんだろ、勝つためにやってきたんだからさ。ま、そのまま頑張れな。
本当はまっすぐだからな、お前は。失礼します。えい。さとこ、安いもの詰め放題だもの、いつも毎年来るんですけど、リンゴを買いに、この時期に来たのは初めてで、そしたら看板が立ってるんで、あ、ラッキーと思いながら、はい、
来ました。いい時にお越しいただきましたね。助かります。もともともそのまま食べるのが一番大好きです。あのまあアップルね、アップルパイみたいなのもいいんですけども、もう生をそのまま、あの新しいうちにいろんな方に食べていただいたりしてます。ね、この袋はね、5キロ入りの袋ということなんですけど、間違いなく5キロ以上入ってますよね。はい、かなり重たいです。もう私の甥っ子より重たいぐらいに。はい、でまた一人迎え入れたわけですけれども、いかがですか、はい、今回の宮沢さんは。しっかりしすぎるくらいですね。はい、よくやってくれてます。うん、もうそこでなかなか捕まっちゃってさ、まあ、あの人の話長いじゃない、泣いちゃったわよ。あら、コメント残したの？ごめん、うん、あ、何？ちょっとしょっぱかった。ちょっと時間なかったの。そう、もうね、中野さんね、お孫さんも生まれたんだって。でさ、お嫁さんも今来てるらしいんだけどさ、なんかうまくいってないらしいのよ。それずっと言ってんの、もう。大丈夫？ほんと生理なんかやらない。子宮取りたい。転換手術すれば。物なんかやめたい。優子が。あ、てか木村結婚するらしいね。あ、そうそう、名前さとこって言うんだって。マジ？うわ、だからあいつさとこのことだけ名前呼びだったんだ。確かに。知ってた？知ってたよ。どんまい。なんで？お前じゃないから。別にいいわ。木村の奥さん女子力高そうだよね。高そう。まあ、私教師お断りなんで。なんで？無論たったあいつ絶対律儀な付き合いしてるよ。てか木村とキスできなくない？無理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 。ゆうか、ほんと最低。いいなぁ、結婚したいなぁ。何？何？飯。お腹空いた。アイスとか食べたいな。うわ、野球部この日に校庭の整備してるよ。やばいね。ごめん、トイレ。うん、じゃあ私も行く行く。うん。
さとこ、ごめん、今出る。瞬間電気消えちゃってやばいやばいと思ってドア開けたんだけど開かなくて超怖かった。こいつ何の話してるの？言うのこの話。何があるのかな。なんで聞いてる。じゃあさ一回別行ってみ。やだ無理冷たい。黙りますよ。黙れ黙れ黙る黙れ。あと3週間くらい通行止めみたいなのよ。嫌になっちゃうわよね。夕飯取ってある？あ、取ってある取ってある。そっか、うん、あれ最近食ってないだろう。風邪か。いや、なんか季節の変わり目だからちょっと落ちてるみたいよ食欲。うーん、でも大したことないんじゃない。ケータは予備校。うーん、なんかね、今度日曜日全国のね模擬テストがあるんですって。へー、だからちょっとね厳しいみたいよ。そっか、まあ、今頑張っとかなきゃな。そうだね。
さ、あの辺も早く彼作んなよ。いや、別にそれは。だって誰とも付き合ったことないでしょ。さあ、それやばくない？いや、付き合ってないなんて言ってないよ。え、いいの？いい、いい、聞いてな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 い、教えてよ。え、さあ、私にだって秘密あるんだよ。それなんでもさ、教えてくれないと。いや、それより花火大会の話かな。もういいよ、花火大会は。え、チューした？した。うわ、聞きたくなかった。え、だからその日記念日だったんだけど。え、記念日？プレゼントで。早くない？プレゼントで指輪くれたの。指輪買おうぜ。お茶でさ、引くわ。はい、それじゃあ、連絡事項いきますね。まず最初は、集まりの連絡です。文化祭係が、3時50分です。体育講義室集合してください。係の人お願いします。それからもう一つ、区域委員会、こちらは、大会議室ですね。同じく3時50分集合してください。お願いします。それから、この前配ったあの夏の補習の申し込み、英語、数学、それから国語、希望の人、用紙記入して、私の方まで提出をお願いします。それからもう一つね、明日の授業変更です。2時間目の音楽が古典じゃない、数学2ですね。数学2変更になります。教科書と準備お願いします。さとこ、ドラマ始まるよ。うん。好きじゃなくなっちゃったの？うん。おりんご見てこようか。お父さんとね、チーズケーキ切ろうかって言ってんの。じゃあ、下に行ってんね。
待って、みんなでご飯食べよう。部活なのに久々だし。ごめん。そう、明後日の練習来るっしょ。外だっけ、運動公園20分の駅は。うん、で、さとこ痩せたね。え、超痩せたじゃん。なんか可愛くなったよねってみんなも言ってて。本当にバーカ。じゃ、わかったわかった。じゃあさ、またとりあえず駅着いたら連絡するから。で、お前もし先着くようだったらさ、向こうで待ってて。俺一回電話するから。うん、はいよ。うん、わかったわかった。あ、やだ、そろそろ電車来るから一回来るな。また後で。食べててね。お母さんさ、今日もう出かけんだけど、今日遅いのよ。うん。あ、具合もいい。ケイタもさ、受験期で大変だから。大丈夫だよ、私は。うん。はあ、ケイタ。あんたもさ、急がないと遅刻しちゃうよ。
あとね、鍵はいつものとこ入れてって。で、ご飯とさ、味噌汁は自分でやって。よいしょ。いいかな。じゃあ、行ってくるね。行ってきまーす。行ってらっしゃい。やだ、なんでそんな暑いパジャマ着てんの。寒いんだもん。あんた布団かけてないんでしょ。ほら、蹴飛ばしてんのよ。なんか食べたいもある？食べたいもの、うん、好きなもんとか。明日買い物行くから。なんでもいいよ。もうなんでもいいって。お母さん。はい。なんで炊き直したの？あれ熱湯だよ。だってさとこ火傷しちゃうよ。もう驚いたな。あ、覚えてる覚えてる。ああ、潰れちゃったよね。え、潰れちゃったんだ。うん、もう飛んでいいの。なんで、美味しかったのにな。お父さんも姉ちゃんも早いんだ。うん、ただいま。今日ね、さとこの好きな三浦屋さんの西京漬け、お父さん買っていってくれたよ。ありがとう。ケイタ、食べよう。うん。よいしょ。ほらよし。おお。よいしょ。よし、じゃあいただきますか。はい、はい、いただきます。いただきます。よし。ちゃんちゃん飲んでる。おう、ちゃん、うん、娘さんだったよね。息子じゃなかったっけ。いや、あそこ息子いなかったと思う。うん、じゃあ後取りをしたことか。うん、子供は。ケイタと同い年の子いたよね。いるいる。てか、あれだよ、ミムでしょ。男の子いるよ。うん、じゃあ、うん、その子が継ぐってことだな。いや、どうなんだろうね、ちょっとわかんないけど。今何してんの、その子。大学行くって言ってたよ。何学部？佐渡子。何？お前、入ったな。
大丈夫だよな。大丈夫って啓太が予備校遅くまで行ってるとさ、駅で入ってるおじさんとかいて、同じ匂いがすんだよ。さとこ、それお前最近食わないだろ。ダイエットか。さとこ、食欲が湧かないの。それにお前が入った後の風呂、あれ熱湯だぞ。味わって食べてる。お前変な薬とかやってないよな。やってないよ。人の魅力は見た目じゃないって大人になったら分かるぞ。大人になってほしい。俺は心配してんだ。分かってる。じゃあなんだ。何？なんで助けてって言わなかったんだ。家族だろ。家族。さとこ、お母さん信じられなかった。なんでそうなるの。悪くない。悪い。私が悪い。さとこ、絶対大丈夫だから。ついてるからね。さとこ大丈夫だから、お母さん一緒に行ってくれるから。だけなんだから。お前の責任なこと言う。お父さん大げさ。ちょっと食欲ないだけなんだから。さとこのこと私が一番よく分かってる。さとこ、何が食べたい。ごめんね、お母さん。そうやって先に泣くから、いつも先に傷ついた顔するから。家族とか言って気持ち悪いよ。何言ってんだ。お母さんはさとこのため。泣いてなんて言ってない。言えばいいの、ありがとうって。育ててくれてありがとうって。ありがとうって言ってほしいのはあんたたちのエゴなのに、助けてって言えないのは私の勝手なのに。心配も失望も自己満足のくせに、家族だってみんなそうやって、エゴのくせ。自分勝手だって分かってるよ。でも産んだ責任はあっても、あんた
たちのものじゃない。あればよかったの。大丈夫？かなえ。うん？どうしたん？かなえ、あのさ。何よ。助けて。どう、邪魔します。あ、どう、重いから気をつけてね。お母さん夜帰ってくるの遅いし、好きにしてていいから。かなえ、ごめんね。助けてって言ったから。お母さんにしばらく泊まるって言った？うん。そっか。そっか。あ、親父の家はインテリアです。ただいま。おかえり。さとこちゃんいらっしゃい。お邪魔してます。二人ともご飯食べたの？うん。ちょっとやだ、かなえ、食べたら片付けてよ。無理。私やります。いえいえ、いいよ。さとこは。そうよ、さとこちゃんはゆっくりしてて。すいません。もうなんで食べてすぐに洗わないの？だってめんどくさかったんだもん。かなえもさとこちゃんみたく働き者になればよかった。残念でした。あんたの思い通りにはなりませんよ。たく失敗したわ。お前生まれ直せ。絶対嫌だ。ああ、さとこちゃんのお母さんからお菓子届いたのよ。ありがとね。ちょっとあんた嫌だ。洗剤出しすぎでしょ、それ。だって食器洗いさんじゃないもん。はあ、それ私もですけど。格ゲーってボッコボコにしてやる。10年早いわ。10年経ったらあんた死んでるっしょ。勝手に殺さないでくれる？いや、お父さんの家の横に飾ってあげる。
寒い？全然そんなんじゃ。眠り慣れない場所だもんね。さとこちゃん、好きに過ごしてていいから。ありがとうございます。かなえは留守番ばっかりで、私が仕事で手が離せないの見て黙って待ってたな。かなえ優しいでしょ。うん、こんな家でよければどうぞ。どうしたんですか？ああ、うん、たまに痛くなるの。大丈夫よ。すみません。ん？お疲れなのに。うん、タバコ吸いたかったから。これが私の治療代わり。カナエは嫌がるんだけどね。あったかいお茶でも入れよっか。今日ラウンジ？体育館。あ、やべ、部下すぎ。え、おにぎり早番だって言ってたくせに。はい、これさとこの分。ありがとう。お母さんに言って。そっか。ごめんね、デートで。なんて、いいわ。一人身は一人身で遊ぶのがいいんだよ。リアンちゃんの悪口言えるし。え？何すんの？勉強？オッケー。別れてもそこは参加しないわ。でも、カナエマジで勉強忙しくなるもんね。ああ。ついに理系にしたんだね。うん。似合うよ、理系上。いや、私もどうしよう。一生 JK がいいな。そうなんだ。え、本気になっちゃうの？いや、かなえ。あ、そっか。先週、さとこ休んでたもんね。さとこは、どうすんの？どうしよう。したいことって言われてもね、迷うよね。あ、じゃあ、またね。バイバイ。バイバイ。帰るか。毎日ごめん。何が？今日もかなえち帰るから。さとこ。何？あのさ、家は私にとって学校じゃないから、学校みたいにはできないけど。ありがとう。ああ、遊びに行ったはずなんだけどな。何してみれば？帰ってこないんだよね。金も知らなさそうだったし。この前、寝たせったよ。でも大丈夫っしょ。
この前ご飯食べてたし。いいな、私も痩せたいな。だな、どうすんの。赤くなってるし、最悪。ハンカチ、うんこ、やだ。おい頑張る人、ダッシュ。瀬戸子、私学校行くね。うん。あ、いよいよ起こさなくて。でも今日くらい風呂入ったら着替えるだけでもいいし。ごめん。いいって。じゃ行ってくるね。ありがとう。やっぱりごめん。あ、いい感じ。あ、佐藤子今日の休みだね。うん。あれさ、結局優子彼氏どうなの。分かれるかも。なんか喧嘩多くてね。しかもなんか私服ダサいの。うん、見て。やばい、これちょっと超やばい。え、悪い意味でいい、これは。あらえ、ちょっとこれ見てくんだ。マジかよ、超やばくない。これちょっと待って、やば。笑える、ね、一緒にやる。マジこれやばい。これで、え、これすげえやばい。どこで買ったのこれ。ほんまにすごいこと、こんなことなかった。そんなことある、すごいこと。いや、すごいことあったのよ。で、10時ぐらいに、電車乗って、おばさんがいて、
そのおじさんがおばさんの方を止める。で、くしゃみしたいいよ。でかめの痰がピシャーンついておばはんに嬉しいピシャーンってなって、うん、やばい。で、普通そうなったら、うん、普通の人はあーごめんなさいごめんなさいすいませんってなるやん。そうだね。でもなんかもうなんかドンキシのおじさんもう微動だにせず出したけどみたいな顔なんて。なんおばさんも気づいてんの。で、おばさんがピシャーンってなって、狭いから狭いからなんかおじさんがそのおばさんの頭ピン、これがわものの5、6秒の間で行われてすごいやすごいすごいやすごい。それがなんか今日の終わり、うん、ありがとう。普通だから躊躇するやん、うん、躊躇が全部ないピシャンピシャンペン。またサブで止まらなくてごめん。すげえ、だからもうピリピリ感もなくテンポがもうお笑いやから、はあ、クス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 。瀬戸子入るよ。あ、ごめん寝てた。大丈夫だよ。布団寒くね。全然。そっか。ハッカーやばかったっしょ。うん。でも9巻全然出ないんだよね。なんか作者がスランプなんだって。そうなんだ。あ、風呂沸いたから入っていいよ。ありがとう、入る。
だから病院行くから。さとこおはよう。眠れた。あったかいスープあるんだ。何これ。これで私分かるの。それでお母さんが勉強しようと思って。治りたいって里子も言ったでしょ。頑張りたくない日もあって疲れちゃってごめん。私大丈夫。行き先ボタンを押してください。行き先ボタンを押してください。行き先ボタンを押してください。あれ？まだ昼休憩か。長いよねあいつ昼。ここの医者。そうなんですか。初めて？
座んない？高校生？17です。若っ！今日はお休み？はい、私は。OL さんですか？そうだね。夜の OL だね。なんか悩み？ああ、まあいろいろあるよね。ごめんごめんごめん。ああ、私はね、あの精神があれとかじゃないの。ただ漢方とか出してもらってるだけなのね。そうなんですか。兄弟いる？あ、父と母と兄がいます。お兄ちゃん、あ、いいな。一人っ子ですか？ああ、私はお姉ちゃん。まあ、お姉ちゃんって言ってもあの年子だから双子みたいな感じかな。あ、未だにね、お母さんと3人で遊びに行くの。私今も実家暮らしなんだけど、最近彼氏いないからお母さんとばっかり遊んじゃって。あ、ごめんね、私のばっか話しちゃって。はい、ご家族好きなんですね。うん。あ、家族は？うちは特に普通の家族。普通？普通？普通？雨、止まないですね。うん。でも晴れも暑苦しかったり。なんかわかります。天気が悪い日の晴れ間はありがたくていいな。ありゃ、食べて吐いて、バカなことしてるんです。気持ち悪くて最低なんです。なのにやってると復讐できてるみたいな気持ちで、お母さんの料理はなおさら食べたくなくて、でも食べたくて。でも、吐かないとたまらないんです。家族も友達も全部ちゃんとあるのに、たくさんあるのに、誰も悪くないのに、私何もない気がする。欲しくて
欲しくてたまらないのに。何が欲しいのかもわからないのに、わけわかんないうちにどんどんわけわかんなくなっちゃって、でもわけわかんない自分が誰かに見られるのも怖いんです。だから透明でどっかホッともするんです。うん、だから どうしたいかもわからないんです。贅沢ですね。もっと大変な人もたくさんいるのに。もっと大変な人？アフリカの子供とか、もっと生きるのに大変な人だっているのに、私なんてただの甘えじゃないですか。家族も友達も私にはあって、贅沢でずるくて分かってるのに みんなは眩しくて誰も傷つけたくないの。ごめんなさい、私も。そう思ってるのは確かじゃん。思ってるのに思っちゃいけないなんてできなくない？でもう自分のこと好きになるの諦めなかったんだ。ごめんなさい。みんな普通に頑張ってるのに、私頑張れなくて。みんな自分生きてるだけじゃん。なりたいようになれればいいね。なりたいように、うん、納得してたらいいじゃん。頭おかしくてもいい。ダメでもいいよ、全部初めてでしょ。初めて言われました。周りにもっとバカがいたらよかったね。あの、名前なんて言うんですか？マキ。マキさん。はい。名前は？さとこ。
です。さとこちゃん、期間限定は超弱いです。今食べなきゃって気になって気になって、満たさなきゃ不安で爆発して死にそうになります。脅しだね、期間限定。あ、マックは強いです。ゴーゴーカレー強いです。じゃあタリーズ弱いです。そうなんだ。私ジャンク好きだからな。マック大好き。私は緑の看板に弱いんです。緑の看板？自然食とかパフェって店頭に黒板が出てること多いじゃないですか。なるほど、健康食とか好きなんだ。緑の看板に弱い、おかしい。結局吐いて健康も何もないのに、必死に食べ物にありつき回って私動物みたいです。え？うん、動物動物だよね。冬眠するみたいだね。私おかしいですよね。うん、おかしい。むしろ動物よりおかしいです。他のことは体を動かすのもだるいのに、食べたくなったらもう他のこと考えられなくて。面白いわ、さとちゃんのこだわり。こだわり？なんかバカみたいですね。よくわかんないけど、わかんなくていいじゃん。面白いさとちゃん。毛深くなるんですよ。え、どこが？全身です。なんで？わかんないんですけど、毛深くなりました。すごい。体生きようって必死なんだね。本当に冬眠するつもりなんですかね、私の体。すごい。すごい。おはよう。
ぱりイチゴかな。ねえ、美味しいですね。あ、でも白玉も食べたいな。お決まりでしたらどうぞ。店員さんどう思います？そうですね、イチゴは一番人気ですね。あ、人気とか全然いいんですけど、あ、じゃあこれイチゴと抹茶と白玉も入れてもらえます？あ、チョコも。あ、すいません、メニューにないので。2つ分の料金払えばいいですか？いや、だって全部譲れないんだもん。さとちゃんどうしよう。どうしましょう。じゃあ別々でいいです。2つください。あ、はい、いちごチョコクレープと抹茶白玉クレープですね。あ、結構皮焼いてくださいね。私パリパリ派なんで。はい。マキさん食べられますか？いちごクレープと白玉クレープ入ります。あ、じゃあお会計させていただきます。やっぱり飲み物にします。あー、美味しい。よかったです。挑戦？もっと守りですかね。守り？着ない？こういうのすっごい似合うよ。こういう綺麗な色着ないですね。着ないですね。かわいい。さとちゃんのねこだわりあるもんね。こだわり、うん、さとちゃんのこだわり、さとちゃんのこだわりあるもんね。かわいい。じゃん。かわいい、さとちゃん。もっと頑張りたくないです。頑張る？頑張るの？これパジャマじゃん。頑張るの？超かわいい。来ませんね。ねえ、さとちゃん、その帽子超かわいい。本当ですか？ねえ、どこで買うの、そういうの？雑貨屋さんとかですかね。そうなんだ。ねえ、行きたい。ねえ、連れてって。私買いたい。マキさん、こういうの好きなんですか？こういうの？ねえ、行こう。一緒の帽子かぶりたい。ねえ、行こう。マキさん、休みませんか？なんで？ねえねえ、その帽子かぶりたい。ダメ？行きましょうか。マキさん、料理するんですか？全くしない。これすごい、お母さん好きそう。何それ、便利そう。私も買おうかな。お母さんにですか？私親いないの。じゃあお姉さんにですか？私ね、一人っ子だからね、ほぼ外食かな。まあこれを機に始めるっていうのもね。甘いか。さっきお店の人が姉妹ですかって言ってました。そうね、どっちがお姉ちゃんって思ったかな。そうですね。マキさんは私の家族のこととか詳しく聞かないですね。あ、話したいなら聞くよ。どうでもいいよ、今一緒に遊んでるんだし、さとちゃんと。さとちゃん。はい。私たちってなんかお互いが会いたい時に会って、話したいことだけ話して、無理なくていい感じ。
そうですね。今日は涼しいですね。うん、涼しい。すごい寝方。今の猫ですよね。そう、え、可愛くなった。超面白くなった。男の人ってなんかちょっと不安みたいな。でも仕事やで、仕事なのにな、そんなん仕事じゃないって言うねんか。で朝もちょっと喧嘩になって、でももう仕事行かなきゃいけないやんか。私もじゃあ行ってくるでって、行ってくればとか言って言うねんで。でな、行ったんやんか。そしたら彼氏来てん。でな、お客さんに殴りかかってんで、もう大変やったで。でもな、うち同棲して長いんやけどな、うちの料理とかいっぱい食べてくな。あ、サッチ聞いてるん？はい。で、どうしたんですか？でな、なんかハンバーグが好きみたいやねんよ。だからなんか野菜は嫌いやから、人参とか小松。気をつけて。何のお化けだろう。鬼？超怖くない？妖怪って自分の顔見て怖いと思うんですかね。え？鏡見て。それ超ウケるね。あんな顔だったら。妖怪界では怖い方がいいんだよね。なんでですか？あ、でも強い方がいいのか。あ、でも怖がらせたくないっていう妖怪もいるのかな。それなんか嫌ですね。でもイケメンが失恋しても顔のせいにできないよね。まあいっか。だって超楽しそうだもん。なるほど。めっちゃ食ってちゃう。佐藤くん、私こんにゃく嫌い。食べる？ああ、いらないならいいよ。あ、佐藤ちゃんのこれもらい。マキさん。はい。おいしいですか？おいしいです。こんにゃくもいいですけど、それ一口ください。食べれる？
べたいです。怖くない？マキさんが嫌じゃなければ。うん、嫌じゃないよ。おいしいです。お母さん、靴買ったの？そうなの。一週間前に見て忘れられなくて、ついに買っちゃった。あれ、お父さん遅くなるのかな？なんでわかるの？もうわかるよ。お父さんとお母さんってどっちが告白したの？そんなになかったよ。お見合いだったし。恋愛結婚だと思ってた。もう決まってから会ったようなもんだったし。でもよかったんだ。本当はね、よくなかったんだ。お母さんね、彼氏がいたんだよ。学生時代から付き合ってた人で、大好きだったんだけど、貧乏な人だったから、別れさせられちゃった、おばあちゃんに。恨んだ？うん。子供の頃はさ、ろくに子育てもしなかったくせに気ばっか荒くて、だからあんな母親にはなりたくないって思ったな。でもお母さんもダメだね。でも頑張ってたんだね。頑張りたかったから。お母さんも人間だったんだ。じゃあ何だと思ってたのよ。分かんない。お母さんだったから。お母さん来たかったのにさ、つけさて悪いね。ほらほらほら、よし、いいよ、よし、はい。おかえり。ただいま。あ、はい、ケイタ。お、なにこれ、お守り？うん、学業成就。お兄ちゃんのお参りしてきたんだよ。
お守りなんてね、気休めにしか過ぎないですけどね。あ、そうね。グラタンの方がいいかな、俺は。まだグラタン？なんで？美味しいじゃん、グラタン。グラタンの何が嫌いか言ってみなよ、なら。なら。俺好きだもんね、グラタン好きだもんね。グラタン好きだもんね。何が嫌いか言ってみろって。ほら言えないじゃん、俺の勝ち。今日グラタンね。やだ。グラタン、うん、やだ。なんで、なんでやなの、そんな。決めて決めて。喧嘩だよ、これ。喧嘩、軽めな。こういう、こういう。どうですか、ショットは眠れるようになりました？はい。まあ、ゆっくりでいいですから。他には何か変わったことありますか？ずっとないものやなくしたものとか数えてました、私。行かなくなった部活とか、ああだったらいいのにとか、なりたくない不安ばっかり。うん。でも最近残ってたものとか、それでも得られたもの、数えてなかったなって思った。そうですか。どうです、薬ちょっと減らしてみますか？私お風呂で寝ちゃったの。あ、なんでだろう。あのね、ちゃんと早く起きたんだよ。でもなんか頭あったかかったんだろうね。なんか気持ちよくなっちゃったみたい。ごめんね。ね、なんかね、寄生本能っていうの、なんかね、3日間ぐらい行方不明だったんだって。でもね、お家にずっと帰ってきたんだって。それすごくない？でもね、その子ね、おつるんって言って、もうすっごい綺麗に食べるの。私びっくりしたって。すごくない？あれってやっぱ漁師の息子っていうの、やっぱさ、お魚に慣れてるっていうのかな。私びっくりしちゃって。帰りますか？
え、なんで？え、超大丈夫で超平気。私元気だよ。無理しないでくださいね。え、なんでなんで？え、あのね、それで魚ってやっぱ私難しいんだよね。私嫌いじゃないんだけど、ね、昔から食べてるんだけど、なんであの汚く食べちゃうんだろう。私さ、びっくりしちゃうんだよね自分に。なんでなんだろうな。その子すっごい綺麗に食べるの。マキさん、ごめんなさい。帰る？はい。いいよ。落ち着かないんだね。一刻も早くここから歩き出したいんだよね。マキさん、私マキさんに無理させたくないです。だから小さくてもいいです私。何？全然平気、全然元気だよ私。ごめんなさい。そっか、なんか不安なことでも思い出しちゃった。不安です。あ、いいよ、私ここ洗っとくから走って。さとちゃんは思う存分走って。ほら、ほら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 、立って立って立って。ほら立って、走れ走れ、ほら走れ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 。あ、何言ってんの。私は全然平気だよ。ほら走れ。アキさん、いなくならないでください。え、私先に行っちゃうわけじゃないんです。どうしたの、さとちゃん。あ、いいよ、いいんだもん、私はいいんだもん。さとちゃんが走りたいなら走るんだよ。ほら、行け、行け、行け、さとちゃん、行け、行け、さとちゃん、走れ、さとちゃん。頑張らないでほしいです。でも本当は、やっぱりそれでも諦めないでほしいです。私のことも。
明日晴れ間がありますように。